さあ、ディフェンディングチャンピオンが登場です。エフゲニー・プルシェンコ、ショートプログラムナンバーワン。4回転、3回転、2回転のスーパージャンプがあります。回転失敗。この後もう一度単独の4回転があります。4回転、3回転、2回転ですね。4回転で失敗した後すぐコンビネーションを飛んできました。もう1回トリプルアクセルからトリプルトーループですが、タイミングが合わないですね。それからダブルトーループ。まあ、こうしたスピンを回っている時でも回転軸の足が非常によく綺麗に伸びてますよね。まあ、これがやはりポジションの綺麗さにつながります。ストレートラインステップです。速いステップ。難なく決めます。この後はトリプルループとダブルですね。ダブルですね。得意のビールマンスピン。最後のジャンプ、サルコです。スピード衰えません。ディフェンディングチャンピオンはスピンとそしてステップで見せました。
今回ちょっとね、ジャンプのね、タイミングが合ってなかったみたいで、慎重に飛びに行ってる感じがありまして、ですから、まあ、高さがね、あまり出てないなっていう感じはありました。ただ、1回ね、失敗しましてもね、はい